はいどうも、発狂マシンガンダッシュです。今回は新ブースターエピックが来たぞということでやってまいりました。ちょっと動画遅くなって申し訳ないです。ということで、今回はまあブースターエピックとショータイムエピックも来たということで、ちょっとガチャがいっぱいあってすごいね。もう最近ガチャ更新が多すぎるよ。今回はこっちのブースターエピックやっていこうかなと。ショータイムエピックはまたすぐ出すと思うんで、まあ今日中に出すと思うんでね、まあぜひ見てください。今回ブースターエピックやっていくんですけど、このガチャね、実は結構良さそうなんよね。まあおすすめの育成紹介、まあ引くべきかとかいろいろやっていけたらなと思います。でまあハイライトの選手とかもね、今回結構強そうなんで、まあ結構ね、総合値100に行く育成とかはね、いっぱいあったんで、まあ、それもね一気に紹介していこうかなと思います。ということで、最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。年内目標5000円で頑張ってお願いします。ということでやっていきましょう。ということで、まあまず無料分あるんで、一応ね可能性あるからね、引いておきましょう。前底引き視点からここでなんか可能性くれということでやっていきましょう。はい、ということで1人目ゼロベルトということで、まあ育成は結構あるかな。でまず1つ目こんな感じで、決定力に7、パスに6、ドリブルに7、クイックエンスに8、脚力に10で、まあ監督的性高い状態と、ブースター込みで見るとこんな感じですね。まあ普通にいい能力はしてるよね。で、まあ能力見ていくと、まあ足元高くてパスもできて、まあ決定力も80乗ってて、カーブも高くて、まあ守備も結構できるんです。で、まあスピード80乗って、キック力90あって、瞬発もあって、まあ、ボディバランス85、で、フィジカルも70って感じで、まあサイドハーフならこんな感じが強そうかな。で、まあスキルはエッジターン、ドロップ、ワンパ、ピンポイントクロス、足裏すればバックスピンロボと。まあ、シュート系のスキルがドロップぐらいやから、まあ別に決定力上げやんでもいいのかなと。まあ決定力上げずにもうなんかサイド駆け上がって、もうなんか外役クロスみたいな、アシスト役みたいな感じで、まあこういう感じで、まあ脚力上げたりするのもいいかな。サイドハーフならやっぱスピード欲しいからね。まあこの2パターンかな、サイドハーフなら。はい、ということで次、サイドバック育成。いやこんな感じ結構強くない？パスに5、クイックエンスに4、脚力に8、エアバトルに8、ディフェンスに12と。これ結構いいような気がするんよな。まあこれでサイドハーフにおいても意外といいかもしれんし。まあサイドバックでまあ全部80超えてたら普通にいいと思うし、フィジカルもあるし、まあスピシュも80あって、まあ、元からめちゃくちゃ足元高いんで、まあ、サイドバックでこれも、まあ、結構ありなんじゃないかなと思いますね。別にこれで中盤置いといてもいけそうやし、まあ、この選手はどこでも使えるんかな。一応使おうと思えばどこでも使える能力はしてるよ、まあ、結構万能な感じで、まあ、意外と使えるかもしれん感じで、まあ育成はこんな感じかな。で最後に総合値100いく育成紹介しておくとこんな感じですね。感じでまあ一応総合値100にも行くって感じで、まあ悪くはなかったかな見た感じ。育成によっては、まあ、結構活かせれるんじゃないかなって感じですね。はい、ということでお次、カンビアッソということで、オスエクセこんな感じです。パスに6、ドリブルに4、クルクに8、エアバトルに8、ディフェンスに12。で、また監督的性高い状態とブースターコインで見るとこんな感じですね。まあ、総合値もしっかり100いくよと。まあ、能力見ていくと、まあ、ドリブル全部70超えてて、まあ、パスは高いですね。で、ヘディング90あって、まあ、守備系はもう圧巻よね。ボール出しは101と。でもそれ以外のディフェンス系もしっかり高くて、まあスピード78の瞬発73と。まあまあまあ悪くはないかな。でフィジカルもしっかりあってって感じで。まあカンビアッソはシンプルに強い能力してるよね。負けれると比べたら多分弱くはなっちゃうけど。まあ、負けれる持ってない人からしたら、まあ全然取りに行く価値はあるよね。でまあスキルはアクロバティッククリア、キャプテンシー、闘争心、ワンシューヘッダー、インターセプト、マンマーク、ライジングバックスピンをスライディングバックルと。まあブロッカーつけたらめちゃくちゃ良さそう。って感じで、まあカンビアッソは、まあ、めちゃくちゃいい能力してるんやけど、まあ負けれる来た後やからね、ちょっと、まあ、弱くは見えんけど、まあ、ちょっと負けれる持ってる人からしたら、まあ別にいらんってなっちゃう。まあただ負けれる持ってない人からしたら、まあ、全然取りに行く価値はあるんじゃないかなと思います。はい、ということでお次セイドルフということで、まあいろいろ考えた結果おすすめ育成こんな感じかな。決定力に6、パスに5、ドリブルに10、クイックエンスに6、脚力に5、エアバトルに7、ディフェンスに4。では監督の適性高い状態とブースターコインで見るとこんな感じですね。まあセイドルフはねちょっとスピードがないということで、まあ CMF の起用が一番いいかな。イニエスタ、シャビ、ピルロとか、まあここら辺の、まあ、スピードはあんまないけど、まあ足元しっかり高いっていう選手に、まあ、寄せるのがまあ一番強いんじゃないかなということで、まあこんな感じの育成ですね。今能力見ていくと、まあ足元しっかり高いね。今パスもできて、決定力も80乗ってる。これ結構いいね。
で、まあ、守備も全部70乗ってて、スピードも最低限の70。まあ、もうちょい上げるのもありやけど。で、まあ、瞬発も80乗しといて、まあ、フィジカルも80乗るよ。って感じで、まあ、結構、万能な能力よね。これでまあ、CMF 中盤にいたら、まあ、普通に結構厄介よ。って感じで、まあ、セイドルフ使うならこれがいいかな。逆足もしっかり上手くて、まあ、CMF なら輝けるんじゃないかなと思います。で、まあ、スキル見ていくと、闘争心、ワンシュルーレット、ワンパ、ピンポイントドス、アシューラ、スルーパーって感じで、ワンパ、アシューラ、スルーパーもあるんで、まあ、やっぱり CMF が一番いいんじゃないかなと思います。感じで、まあ、セイドルフ一番活かすならこんな感じの育成で、まあ、CMF で使うのが、まあ、一番いいのかなと。思います。はい、ということでここからはハイライト組見ていきましょう。今回のガチャはね、ハイライト組がねめちゃくちゃ優秀なんよ、ね、総合値100いく選手多分結構いると思うんで、ね、まあ、しっかり見ていってもらえたらなと思います。はい、ということで1人目ラファシウバということで、おすすめ育成こんな感じです。決定力に6、パスに4、ドリブルに9、クイックエンスに7、脚力に11で、監督適性高い状態見るとこんな感じですね。まあ、ちょっと脚力は尖らしてる感じですね。で、能力見ていくと、まあ、ドリブル全部90乗ってて、パスも80あって、決定力も80、カーブも80で、スピード97の瞬発96で、キック力も85って感じで、この育成やと、まあ、ウイングの裏総合値しっかり100ということで、いやもうちょっとラファシューバーは化け物よね。レベルも30できたって感じで、めちゃくちゃ強いんじゃないこれは。まあ、今日の朝の動画やね、ラファシューバー通常のやつ使ってるんでね、まあ、良ければ見てくださいって感じで、もうねラファシューバー通常で、まあ、使ったんですけど、まあ、めちゃくちゃ強かったんやで、まあ、それを、まあ、結構超えてるって考えたら、これはちょっとぶっ壊れなんじゃないかなと思いますね。ほんまにエピック級と言っても過言ではないよね、これ。この能力見ると。で、まあ、スキルもドロップ、ダブター、アシューラ、スルパとかあって優秀なんで。アウトスピンもあった気がするんやけど、ここにはちょっと表示されてない。まあ、イーフトの表記上ではしっかりアウトスピンもあるんで、まあ、スキルも結構優秀なんじゃないかなと思います。って感じで、ラファシューバーのためだけに引くっていう人もなんかいそうよね。って感じで。まあ、この選手はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。次、キミッヒということで、まずはサイドバック育成ということで、パスに4、ドリブルに4、クイックエースに4、脚力に10、エアバトルに9、ディフェンスに10と。で、まあ、監督適性高い状態を見ると、こんな感じですね。めちゃくちゃいい能力してんな。ドリブル、パスしっかり高くて、まあ、守備もしっかり全部80超えてて、まあ、守備意識、アグレッシブネスなんかも95、96で、めちゃくちゃ高い、ね。まあ、スピシュンも80あって、でフィジカルも80あって、まあ、ジャンプも高くて、まあ、スタミナもしっかりあってって感じで、いやキミッヒ結構やばいなこれ。今、まあ、スキルはインターセプト、ミドル、ワンパ、ピンポイントコース、スルーパー、バックスミドル、スライディング、タックル。サイドバックで使うにはもうちょいスキルは欲しいとは感じてしまうかな。まあ、全然使えるとは思うけど。でお次、まあ、DMF 総合値100、リクリクセこんな感じですね。パスに8、ドリブルに4、クイックエンスに4、脚力に8、エアバトルに4、ディフェンスに13。まあシンプルに強いよね。まあしっかり総合値100いくんで、まあこれもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでラストは CMF 育成ということで、パスに12、ドリブルに8、クイックエンスに4、脚力に8、ディフェンスに8。まあこの育成にすると CMF の裏総合値が102になるよということで、まあこれもおすすめなんじゃないかなと思います。まあ裏総合値が高いからといって、まあ強いとは限らんけど、まあマックスで裏総合値100に行くということで、いや今回のキミッヒ結構強いんじゃないかなと思います。はい、ということで次、カルロス・ソレールということで、この選手もね、実は総合値100行くんよね。まあ普通に最大レベルで育成しても、まあ98までしか行かないんですけど、サイドハーフ育成にするとですね、裏総合値100行くよということで、まあこの育成紹介しておこうかなと。決定力に4、パスに8、ドリブルに10、クイックエンスに8、脚力に12と。まあこれで、まあ、サイドハーフの総合値100ということで。能力も普通にいいよね。うん、めちゃくちゃいい能力してるよね。で、まあ、スキルもドロップ、ワンシュー、ワンパー、シューラー、スルーパー、ピンクロとかあって。まあ、この選手はサイドハーフで使うのがいいのかな。まあ、スピードもしっかりあるんでね。まあ、サイドハーフで使うと、まあ、結構強そうな能力してるよね。ということで、次、ブルーのギバラインスということで、この選手も総合値100いくんよね。CMF育成にするとこんな感じで、あ、裏総合値101いくんや。いや結構強いな。今その育成こんな感じで、パスに12、ドリブルに8、クイックエンスに4、脚力に8、ディフェンスに6と、ブルーのギバラインス裏総合値101いくよということで、今回のガチャマジでハイライト優秀やな。まあ、この育成もありなんじゃないかなと思います。ということでね、ハイライトの選手だけでも総合値100に乗せれる育成の選手が、まあ、1、2、3、4人と。ハイライトだけで4人って普通にやばくない？
で、あのエピック3選手が100行くから、普通に優秀なガチャ、100いかん選手でもチアメイとかアンカーで普通に強そうやし、まあ、ペレグリーニもまあギリ100いかんけど普通に強そうやしって感じ で、今回のガチャマジでなんか全体的にいいよね。まあ、今回のガチャハイライトもめちゃくちゃ優秀な感じでしたね。はい、ということでいかがだったでしょうか。なんかバランス的にいいガチャね。もうハイライト含めバランス的にいいガチャって感じです。まあ、正直まあ引かんでいい気はするけど、まあ、僕は引かんって感じかな。まあ、普通にラファシルバとか欲しかったけど、まあ、エピックが微妙なんでね、個人的には引かなくていいガチャなのかなと思います。これから多分ね、こういう感じでいいガチャ増えていくからね。ハイライト含めね、どんどんなんか強い選手出てくると思うんで、まあここはもう我慢した方がいいんじゃないかなと思います。ブースターショータイムとかも出てきたから、ね、もう今後も何が来るかわからんからね。もしかしたらブースタービッグタイムとかもあるかもしれんからね、この勢いやと。マジでそういう可能性があるんで、もうできるだけね我慢していった方がいいと思うんで、もう引かなくていいんじゃないかなと思います。ということで、よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。